皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。マインクラフト実況プレイ、今回は廃校探検に行こうと思います。ということで、そこを下っていくと確かね、廃校もあったんじゃないっけ。ディープダークバイオームの発見とともにあったと思うからさ、行こうか。めちゃめちゃ静かで怖いんだけど、ここを確か降りていけばあったと思うんだよね。モンスター湧いてなさすぎじゃない？そんなしっかり湧き潰しできてる。うわ、いるね。ゾンビが来てるね。ちょっと来ないで。どっかの上にさ、あったと思う。ここの先かな？あー、いるね。もうすでに湧いてるね。ゾンビが。もうすごい湧いてる。怖い。お！よしよしよし。で、そこの上にもね、スケルトンいるから。あった、ハイコア！オッケー。お！よし。この下もあんのか。うわ、つわい、松明が足りなくなるかもしれないなって思ったら、いたね。こいつ歩く音しないんだもん。めっちゃ怖いって。こっち行ってない、もしかして。うわ、いるね。見つかってない。足元狙ってく？あの人たち足弱いらしいよ。いた。怖っ。大丈夫、大丈夫。進める、進める。で、鉄も回収していくと。うわ、鉄がすごい多い。やったー、嬉しい。さっきの道に戻れるかな？ちょっとそこが心配になってきちゃった。戻れるか戻れないか。うわ、ゾンビの声してるな。あ、スケルトンの音もしてるよ、左側から。怖い怖い怖い。ほい、これ廃校探検とは別になっちゃってる。うわ怖い。ここから聞いたよってことにして。うわ、ピチャピチャ落とすの超怖い。これを壊すことで隠れてるクリーパーを発見することができる。まずこっちから行くか。ちょっと怖すぎるけど、あれ、こっちは普通の洞窟に出る。来たね、いるね。こういうのが怖いからね。あ、やだ、スケルトンの音もする。ちょっとこっち行くのやめた。めちゃめちゃ怖いもん。だってここも壊してこう。はいはい、危なーで、ここは速攻壊す。うわ、壊せないようになってるじゃん。ほっ、やー、逃げろ。来るぞ来るぞ来るぞ。ほっほっ、危ねー。怖いよー、体力なくなるの。来た、いや、お前普通のかい。うわー、鍾乳石、鍾乳洞、違うところ行ってみるか。うわー、いやー、びっくりした。ゾンビの声やめてくれよ、本当に怖いんだから。回収してこう、鉄めっちゃある。ありがたすぎる。すごい声してるけど、これ右側にいるね。右側にも道があるって感じだから、ちょっと見に行ってみますか。これ上にいんのかな。いや、真上か。うわ、なんだここ開けてる。うわ、ゾンビがいる。ちょっと待って。どういうこと？かなりいるよ。いやー、待って、超怖い。あそこ廃校じゃないだろ、絶対。おかしいことになってるもん。ほら、開けてる、開けてる。これすぐ上がってすぐ降りよう。うわー、やばすぎ。やばい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 。モンスター来たもん。うわー、ぶら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 。来てる来てる。ほい。もう、ここ廃校探検じゃないから、もう、却下。廃校探検じゃない。いいね、ここに石炭がある。もらってこう。来てる、もしかして来てる。来てるね。声してる。くそ、ちょっと待って待って待って待て、お前ら。うい、はい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 。もう来ない、大丈夫そうかな。びっくりした、なんで雲なんだよ。違う違う違う、あそこにもいるんか。ちょっと待って、なんで廃校でさ、雲にさ、びっくりしなきゃいけない。おお、2匹目。ゾンビにびっくりしなきゃいけねえんだよ。もうここの先にはいかん。ここから来たんだっけ。違うよね。広いっちゃ広いのか。すごいゾンビ来るじゃん。うーわ、来たー、すごいゾンビが。おい、ちょいちょい、私の木材。うわ、木材持ってる。うわ、木材持ちすぎ。ちょっと待って、ちゃ、痛い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 。木材持ちすぎ。毒蜘蛛さんは呼んでない、呼んでないって。危な、お前マジ怖すぎ。あ、これさっきの。うーわ、ちょっと待って、いいとこいんね。さっきからチロリンチロリンって何の、おいた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 、何の音かと思ったらアメジストに湧いてるな。そしたら次こっちか。こっち行ってみる。こっちはどこにも繋がってるね。繋がってたね、びっくりしちゃうけど。ペタ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 音がする。うわ、来た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 、びっくりした。もう勘弁してって、こんなモンスター湧くのダメだって。聞いてね聞いてね。うぅ、びっくりした。なんでなんで、まだいるの。怖すぎて動けなくなってしまうよ。もうやだよ。はい、いた。ちょ、毒毒毒毒毒毒毒になってしまったので逃げます。私多分こっちから来てんのか、違うか。ちょっと待って、違うところで迷い込んだら最悪なんだけど。
いや大丈夫そうだな。あー待って、怖いことになった。今見えた一瞬下が。この下は大丈夫そう。一旦ご飯食べて落ち着こう。うわー、なんかまた普通の洞窟開けてる。お、ここは道がある。うわー降りれるじゃん。だけどモンスター湧いてない。あ、ここ来てない。あ、アメジストジオード、そこじゃない。あ、なんか下にいっぱいいる。ちょっとやめてやめて。ちょっとこれ足場作ってこう。さっきまでさ、こんなから辺歩いてる音してたよね。あ、いないっぽい。ここも新しいアメジストジオードですね。めっちゃ花咲いてる。ま、家の近くにアメジストジオードあるからさ、こっちで回収しよう。ここはちょっと綺麗に撮っておきたいな。よし、アメジストジオードもなんだかんだ見れたし、一回帰りますか。お、え、怖かった。何ここの廃校って感じ。ほんと落下も怖いしさ、モンスターの量尋常じゃなかったよ。だってかなりモンスターいたけど、もらってこう。あー、めっちゃ雨降ってるけど帰ってきた。よかった、生きて帰ってこれた。めちゃめちゃビビリプレイしたんでね帰ってこれたけどよかった。怖かったということで、今回は廃校結構ちっちゃめだったのかな、探検をしてきました。無事に帰ってくることができて、ほんと心から良かったと思ってますということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価かなチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。